さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。渡来直です。おはようございます。おはようございます。さあ今日もグレーの渡来直くん来てくれました。ありがとうございます。はい、今日の朝一の丸沼も良さそうですね。いやー本当ね、ピッセもしっかりかかって、ね、はい、はい、気温もがっつり冷えてるんですけども、見てください、僕ら持ってる板。じゃあ僕がグレーのデスペラードタイプ R、 そして SP バインディングがついてる、渡来くんが僕の S59 ワイド、そしてアトラスのバインディングで板取り替えて、これからお互い滑ってみようと思います。はい、楽しみに。ちょっと青木玲くんなりきってじゃあ僕も渡来くんになりきってよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行ってきます。直くん、ちなみにこれセッティングどんぐらいですか？はい、42度の後ろ足が24です。はい、42度の24度。スタンサーバーは50です。スタンサーバー50、はい、そして直くんの方が30の0、スタンサーバー54でございます。はい、はい、よろしくお願いします。よし、ワイド差もあって板出していくと、そういうホールド感が強いですね。はい、全然思い切っていけるし、倒し込んでいっても安定します。はい、滑りやすい。はい、すごいヒールサイズですね、相変わらず。ああ、本当に、うん、怪我しないようにしてください。すごいノーズしてますね、こいつは。ありがとうございます。はい、後半ちょっと分かってきた。はい、なんかなるほど、ヒールサイドの遠心力の入れ方というか、うん、はい、すごい良かったですね、見てて。あ、全然しっかりね、なんか僕っぽい感じがあったりしたので、はい、そう、渡来意識して前足の使い方を気にしたら、ノーズから遠心力が入ってきました。おー、はい、なかなかこのセッティングね、一点ポンと乗って、はい、朝日スレッシュってあるんで難しいと思うんですけど、いやー助かるなと思って。いやー面白い板です。全然別物ですね。そして、はい、僕の板乗ってる、はい、直くんの動き見て、うん、あ、ヒールサイドあそこまで入れるんだなっていうので、ちょっと勉強になりました。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。いやー面白いですね。ね、本当ですね。なんかハイバックの高さだったりとか、はい、向きだったりもするので、はい、あ、ここまで倒していけるなとか、いろいろこう感じながら滑ることができました。はい、はい、ありがとうございました。はい、よかったら皆さんも仲間内で板取り替えて、うん、いろんなスノーボード、いろんな外力、いろんな遠心力、はい、楽しんでみてください。はい、はい、それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。渡来直でした。